プレダクションスタートしました。始まりました。今回のゲストは宮本かの選手に来ていただきました。お願いします。お願いします。サッカーのお話からちょっとしたいと思います。じゃあカノンが注目してほしいプレーとか持ち味を皆さんに伝えてください。自分の持ち味はドリブルだと思っているので、まあ、ドリブルからのカットインから今年は初ゴールを狙っていきたいなと思うので、ぜひそこに注目していただきたいです。まあ、今年ねやっと復帰できたもんね。はい。で、まあ、カノンの持ち味は切り返しが深いので、でボールをなんか奪いづらい、まあ、体の使い方もちょっとグニャグニャしてるけどでもそれが逆に言うそう、うん、やりづらいところも読めない、こっちからしたら読めないところもあるので、まあ、それはカノンの武器でもあるかなと思います。皆さん注目してください。皆さん気になってると思いますがここに駄菓子があります。遠足とかで買ってたやつをちょっと思い出しながら買ってきました。ね、まあ、大体300円から400円の間です。300円を守れませんでした。ちょっと好きなの多すぎて絞れませんでした。はい、ちょっとオーバーしたんですけど、まあ、これをちょっと紹介して食べつつ、いろいろ質問に答えていきたいなと思います。じゃあまず絶対買ってたやつ紹介して。絶対買ってたのはこれ、このシリーズ、須田子さん酸化バー、これの赤バージョン、焼肉さん、須田子さん、言ったわ、わさび太郎だ、うん、あ、そう、わさび太郎、わさび太郎、今でも食べる、うんうんうん、大好き。私は絶対これ買ってたかな、これか。え、それさ、開けたら占い、なんか占い好きなやつなかった？あの5円チョコとかもめっちゃ食べてたんやけどさ、うん、5円チョコってさ夏とかやったらさ溶けるやん、うん、だからこういうのがちょうどよかったよ。わかる、チョコ的には。わかる。これご存知ですか皆さん？私の時あったかな。でもこれラーメンでもいけるし、お湯捨てたらパスタでもいけるんですよ。あ、そうなんや。そう、どっち派みたいな。パスタとラーメン、豚麺オンリーやったわ。本当に？で、おばちゃんお湯入れてとか言って、なんかその駄菓子屋の中にソファーあったから、うん、そこでこうやって食べてた。わかる。ちっちゃいこのスポーク。フォークは？そう。透明のね。そう。食べてた。じゃあ、おすすめを1個ちょっと。おすすめはもう全部。全部なんやけど。でも今多分ね、これはさ、みんなやったことあると思うねんな。これね。そうそうそう。これさ、これ苦手。シガレットって書いてたっけ？書いて、わかんない。 YouTuber 入ります。言えてます？シガレットってちょっと覚えてないわ。自分もなんかあれ、こんなんやったっけ？もうちょい美味しいイメージあるよね。うん、あれ、こんなんやったっけ？大人になってね、食べたらあれ意外とそんなもんだっけってなるんだよ。なんかこれ、まっちゃんこれ知らないんだっけ？知らん。これさ、自分の途中から出てきたのかな、なんかプラザとかによくあった、なんか外国のお菓子チップなの。これで、こういう風に、何グミなの、これ、ロール状の。こうやって食べるの、このまんま。で、やっぱ外せないのは、サワーズペーパー。グミ系好きな人ってさ、そういう系好きやの、マジで。グミ系めっちゃ好き。多いよな、かな。多い。あとガブリチューとかね、ハイチューみたいな。でもやっぱね、オーソドックスにこれね、なんか好きすぎて UFO キャッチャーとかに入ってるやつがあるんだけど、それを好きすぎて日向とりなさんが撮ってくれた。へー。これさ、でもさ、私よっちゃんなんですよ。これね、これね、え、これ分かりたくない？よっちゃんと、でもタラタラの方が多いんかな。タラタラの方が多い。よっちゃんって匂いやばいですね。だからあのバスとかで、その遠足のバスとかで、うん、よっちゃん開けた瞬間、誰やよっちゃんってすぐがバレんの。窓スーッて開けてる。そうそうそう、匂いこもっちゃうからね。そう、すなこさんとかもすぐわかる。こうやって遊んでるか。うん、ちょっと上手な子さ、うん、歌作んない。うん、おいしい。じゃあちょっとあの質問をいただいたので、とりあえずあの身内から何名かいただいてるので朝言われた。うん、あのそれをちょっと言いますね。まず国武選手から、はい、なんでそんなにうるさいんですかって聞いといてくださいっていう質問に対して
で、愛ちゃんのことが好きすぎて、うん、愛が止まらない。愛が止まらない。愛ちゃん愛が止まらない。池尻渚からも来たんですけど、うん、どうしたらかのちゃんは滑舌よく喋れますかみたいなこと書いてて、そう、滑舌悪いし、で、多分なんか、こう食べながら多分喋る癖があって、眉と七子めっちゃ怒ります。どうしてそんなに面白いんですかって、エリ。よかったよ。でもありがとうりさ。私も結構かのツボなんです。リズム取れないんですよね。そうなんだっけ、そうだからリハビリの時もラダーが大変だった。リズム取れなくて、ステップとかね。そう、確かにあれはリズム変えるかも、うん、とかね。今夜のかのご飯投稿を楽しみにしています。かのご飯とかあんの？ご飯ね、ご飯意外と作ってるんですよ、こう見えて。あ、そう、でもそう、写真見て、うん、めっちゃすごかったかな。ちゃんとなんか、うん、いろんな種類、何品かね、うんうん、やって作ってるんで。そう、目指せキャップ燃えてる。じゃあね、インスタかなのチェックしといたらいつか載るかも。あ、じゃあ YouTube 上がった日に、うんうんうん、載せるってなことなので、うん、この動画が上がった日、かなのインスタ飛べば、うん、かなのご飯が見れます。うわ、ちょっとちゃんとしたの作ろう。その右足左足とかヘッドどれで撮りたいとか、うん、その撮った時のパフォーマンスは考えていますかみたいな、その初ゴールに対してどういう思いがあるかみたいな質問、どうですか？イメージはサイドをやってると仮定して、うんうんうん、それは右サイド左サイド、左サイド、左サイドにいる手でね、手で手で自分がね、決めるのは右足がいい。理想はこうね、裏にこうフォワードの人が受けて裏にこう出てきたのを斜めにこう走ってって持ってってカットインして決めたい。右ですね。そう、うんうん、まあ理想だけど、まあ、多分こうアーリーとかをこうトラップして打つか、うん、ちょっとキーパー弾いたのをドゥンってこぼれたもんか、ドゥンってね、うん、そうね、になると思ってる。あー、だそうです。じゃあパフォーマンスは、え、かのね、うん、考えてんの？あのね、久保くんがさ、うん、K やってたじゃん。あー、うんうんうん、こっちか、こっち、うんうん、やってたじゃん。カナの K とか言ってたから、それやろうかな。やってやって、ね、そう、ベンチ行って、その流れで K やろうかな。自分 M やろうかな。カナの K、 カメラだと思ってやってもらってもいいですか？決めて、決めました。ゴールそう、久保くんがやってたから。カナの K でいいかなとか言ってた。楽しみにしとくわ。じゃあ最後の質問にしますね。はい。なんか、まあ、サッカー関連やけど、うん、なんかここには墓から盗みたいプレーはありますかって書いてるけど、うん、まあ、墓さんに限らずなんか、まあ、うん、誰かチームメイトで、うん、こういう人のここのプレー盗みたいなとかある？え、いっぱいありすぎて困る。困る。いっぱいあって困っちゃう。まあ、墓さんはとにかく、まあ、墓さんの歩き手だから、うんうんうん、墓さんはとにかく運動量すごいから、うん、献身的に走ってくれるから、うんうん、献身的にそういう風に、ね、しっかり攻守において走りたいなと思うし、うん、ワンちゃんで言えば、うん、まああのね、このワンちゃんのね、スルスルスーっていくドリブルすごい好きなの。なんか足出されてるのにスッってトゥッていくからさ、うん、でもなんかあれは、まあ、相手も見てるけど、うん、スペースにドリブルしてるってイメージ、 あんま人を抜くっていう感覚でプレーしてないかも、うんうんうん、そういう時は、ね、日向の姿勢の良さをね、欲しい。ああ、日向ね、ドリブルの時めっちゃ姿勢いいし、 そう、それなのに速いってね、羨ましいの限り。じゃあ、ちょっと話は変わるんですが、ちょっとグッズの紹介をしたいなと思います。はい、こちら、2021年ですね。2021年から22年のシーズン通してのカレンダーが、これ発売ですよね。ぜひ皆さん、買ってほしいんですけど、こちら中身が全員で撮った、安で撮った写真、これも結構かっこよくできてて、うん、この写真欲しい。うん、え、分かる、欲しいよな、ね、あと選手一人一人の、写真と、もうそれぞれの一言みたいなのも一緒に載ってるので、毎月かで来るの楽しんでもらえたらなって思います。そしてこっちはいろいろ書き込める欄になってて、ホームの試合の日程と、なんとお誕生日も掲載されてます。9月14日宮本です。9月19日ビミンです。じゃあ自分も紹介しよう。そう、11月ね、並んでるんですよ。11月ね、4日と4日に、うん、あかりとみゆ、あ、そで5日に私なんです。5日、いい子の日です。あ、今日誰々の誕生日だって思ったら、
メッセージ待ってます。メッセージしてください。絶対喜びます。宮本プレゼントも受け付けてます。もうちょっとです。ぜひ皆さん、お買い求めください。お願いします。お願いします。じゃあ最後ね。はい。締めということで、じゃあ、まあ動画が出てる時にはもう開幕はしてるから、うん、まあ、カノが、試合に出てどういうことをしたい、どういうプレーをしたいっていうのがあれば何か一言お願いします。はい、やっぱり、長い準備期間、明けてやっとウィリーグ始まってるのですごいワクワクしてるし、で初代女王っていう目標をみんなで掲げて、ずっとやってきてるので、それに貢献できるようなプレーをしたいし、やっぱり攻撃の選手なので得点を、取る、まず1点で積み重ねていけたらいいなって思ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今回のゲストは宮本香乃選手でした。ありがとうございました。で、次回がもう決まってるよね、次は優しい優しい笑顔の可愛い越前選手です。はい、で、もう奈々の企画はちょっともう考えてある。考えてあるの？もうさっきね言われた、ちょっと考えてこれどうって言われたのがあるんで、それはその次回楽しみにしていただければなと思います。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんまた次回会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。